牛乳は液体分散質のゾル。ゾルは分散系の一種で液体を分散中立ちとするコロイドである。分散質は固体、液体、気体があり得るが競技には固体を分散質とするものに限ることもある。またゾルをコロイド溶液とも言うが真の溶液ではない。液体分散中立ちのコロイドであるゾルに対し固体分散中立ちのコロイドをソリッドゾル。 液体分散中立ちのコロイドをエアロゾルという。また、分散中立ち自体の物性は液体であっても、分散質のネットワークにより流動性を失い、固体のように振る舞うコロイドもあり、それらはゾルではなく、ゲルと呼ばれる。ゾルはコロイドなので、分散質粒子はコロイド粒子であり、おおよそ一数百ナノメートルサイズである。これより小さいと溶液となり、半島マックを通過する。 これより大きいと腰紙で腰取ることができる。ゾルはそれらの中間であり、ロシは通るが半島クを通らない。ただしこれらの違いは連続的で厳密に区別できるものではない。固体分散室のゾルを剣脱コロイド、液体分散室のゾルを乳脱コロイドとも言う。剣脱コロイドはコロイドのサスペンジョン、乳脱コロイドはコロイドのエマルジョンであるとも言える。 分散中立ちとの親和性から、親液コロイドと粗液コロイドに分かれる。分散中立ちが、水のゾルを、ヒドロゾルといい、浸水コロイドと粗水コロイドに分かれる。同様に、分散中立ちが、有機溶媒のゾルを、オルガノゾルといい、新油コロイドと粗油コロイドに分かれる。分散質の集合状態により、分子コロイド、ミセルコロイド、粒子コロイドなどに分かれる。岩波書店。 理科学辞典の定義、ありがとうございます。